はい、それではね、こちらコットン&リネンのね、ストレッチクロスの紹介になります。はい、でまずね、この生地の特徴なんですけども、綿麻素材のね、ストレッチになります。で特にこう綿麻でもねリネンが 60% 入ってますので、やっぱりねこうリネンならではの質感がねすごくねこういい感じで表現されてるんですよね。はい、で、プラスですねストレッチということでちょっと見てほしいんですけど、こんな感じで程よいねこう伸縮性があります。なのでやっぱりこう洋服にした時にもね、通常のやっぱりこうナチュラル感プラスですねやっぱりこう伸縮性を生かしたねこう柔らかさをねこう体感できるんじゃないかなと思います。はい、でカラーも、ナチュラルホワイトカラーですね。少しねこう色味がついたねこう温かみを感じられるようなねそんなホワイトカラーになりますので、幅広い用途でねこう使える、またねこう使いやすいカラーなんじゃないかなと思います。はい、で次にね厚みなんですけども、これ中肉厚よりは若干ちょっとねこう肉感があります。なので例えばボトムスとかねこうアウターなんかにもねすごくね使いやすいんじゃないかなと思います。で風合いなんですけども、これね最初ちょっとねこうのりがついてるような状態になっております。ただこれねこう洗えば洗うほどどんどん柔らかくなっていきますので、是非ねその辺も、イメージしてね作品作りに生かしてほしいなと思います。はい、で最後にですね生地幅なんですけども、こちらね 132cm あります。 130cm 以上ありますので、洋尺の方もね余裕持って使っていただけるタイプとなっております。作品のご紹介をいたします。今回はねパンツ作りました。ブカブカベイカーパンツになっております。こちらはねウエストのところにタックが入っていて、ヒップ周りもたっぷりとしたゆとりのついているね履きやすいねタイプのパンツになっております。こんだけねゆとりついてゆったりめなんですけれど、裾にかけてつぼまっているのでシルエットとしてはすっきりと履けるデザインになっております。で今回の生地程よい張り感もねありますので、このシルエットも綺麗にね出ているんじゃないかと思います。でねこの生地ストレッチなんですよね。程よいね伸びがありますので、やっぱりねパンツってほんと履きやすいんじゃないかと思います。こうしたねゆとりのついてるパンツもいいですし、スリムタイプもね履きやすいんじゃないかと思います。でパンツ以外にもコートとかジャケットとかも着やすいと思います。で是非ねいろいろなデザインで作っていただけたらと思います。